ユーチューバーミッキーの陰行疑惑に関して質問来てた。大吾さんが14歳から17歳が同意があれば OK と動画で上げていました。どちらが正しいのでしょう。結論、私の方が正しいです。大吾さんの動画ってこれのことかな。14から17っていうのは相手の同意とかがあれば普通は検挙されないです。これは完全に間違い、原則と例外が入れ替わってしまってるな。実際の犯罪捜査刑事実務の運用では13、14、15、16、17歳は性的な関係があったらまずは検挙して立件する。ただ例外的にセーフになるパターンが一つだけ、それは結婚とか婚約に準じた真摯な男女交際があった場合のみ。例えばお互いの家族同士が認め合ってて、あとは役所に結婚届をいつ出すかとか、そんな例外的な状況、出会い系サイトで出会ってワンチャンみたいなのはたとえ相手の同意があったとしても完全にアウトやから、勘違いしないように。他にも知りたいことあったらコメント欄で教えて。